繰り返しの平穏な毎日。それで問題ないと思っていました。あの日までは。逃げろ！こっちに向かってくるぞ！どうする？ドラゴン？シーカー？キングスシーカーじゃねえかな。エリスグリのエリート揃いって噂だぜ。僕はハガと言います。今のうちに報告を済ませておこう。私は村の宿屋で働いてるニコラです。ひょっとして王様が使わしたっていうシーカー様だったり。お前真面目すぎだろ。頼りになるのかならんのかわからんやつらだな。びっくりしたよね。ごめんね。大丈夫、僕は敵じゃないよ。ハガさんはあそこで何をされてたんですか？ドラゴンを近くで観察したくて。ハガさん？どうしたんですか？やっぱりハガさんはただ者じゃ。さてどうするか。僕は一人でも仕事を続ける。君たちとは行かない。こいつ不死身かよ。よし、オッケー、パターン入った。だから真面目にチェックしろって言ってるんだ。ニコラさん、村へ戻って。すぐに村に戻ってみんなを避難させてください。大きなドラゴンが一頭村を襲いに来ます。早く走って。はい。ニコラ、今は君を死なせるわけにはいかないんだ。